今回は健康にもダイエットにもおすすめのおやつ、オートミールグラノーラバーの作り方を紹介します。オートミールはダイエッターに人気の食材で、食物繊維は玄米の3倍で、白米だとなんと22倍も多いです。さらにタンパク質やカルシウムにミネラル、鉄分も豊富に含まれているスーパーフードで GI 値も低いです。それをナッツとドライフルーツと一緒のバーにしたことで、味も食感も最高で美味しくなります。それでは作っていきましょう。材料はオートミール 100g、 ナッツ 50g、 ドライフルーツ 50g、 ごま大さじ2、黒糖 100g、 水 100g、 ココナッツオイル大さじ2です。甘味料やオイルはお好みで変更して OK です。特に健康やダイエットは関係なければ、砂糖やバターで作ってもいいでしょう。隠し味にモラセスを入れます。これは業務スーパーで178円で買えるブドウの糖蜜です。糖蜜は健康効果が高い甘味料なのでおすすめですよ。隠し味なので入れないで作っても問題ないです。鍋にオートミールを入れ、5分くらい乾煎りします。中華鍋で作っていますが、もちろん普通のフライパンなどで OK です。鍋振りの練習をしたい人なんかは中華鍋で作るといいですよ。弱火でじっくりと乾煎りしていきます。3分くらいしたらオートミールのいい香りがしてきます。このくらいの色になってきたら、刻んだナッツを入れてさらに乾煎りします。ごまも入れていきます。ここから1分くらい乾煎りしていきます。香ばしい香りとほんのりと色がついてきたら OK です。ボウルなどに入れておきます。刻んだドライフルーツも一緒に入れておきます。鍋に水と黒糖を入れ加熱します。ココナッツオイルを入れます。お玉の底を使ってよく混ぜます。
隠し味のモラセツを入れます。頭の底を使ってよく混ぜてキャラメルにしていきます。だんだん粘りが出てきます。ここからなるべく早く混ぜていきます。とろみ具合を持ち上げて確認しながら混ぜていきます。音がペチャペチャと鳴るようになってきました。このくらいにとろみが出てきたら OK です。火を止めてから具材を入れて絡めます。材料全体に絡ますように混ぜ合わせます。アルミホイルやクッキングシートを敷いた上に広げるようにして乗せていきます。なるべく薄くなるように均等に広げていきます。上からアルミホイルを乗せ押さえて形を作ります。形が整ったら包丁で切れ込みを入れておきます。こうすることで後で簡単に手で切り分けられます。横からも切れ込みを入れます。あとは1時間ぐらい固まるまで冷やしておきます。固まってホイルを剥がした状態です。断面はこんな感じです。切れ込みを入れたところから割っていきます。簡単にパキッと割ることができます。この大きさで12個できました。
これでグラノーラバーの完成です。詳しいレシピやオートミールの健康やダイエットの効果はブログに書いていますので見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。